アトリスティンズリー・ベアトリスティンズリーはアメリカ合衆国で活躍した女性天文学者、宇宙物理学者。40歳で溶接し、父親によって、その生涯はある女性天文学者の生涯から私の娘、ベアトリスティンズリーの手紙にまとめられた。イギリスのチェスターに生まれた。家族と共にニュージーランドに移住し、カンタベリー大学で物理学を学んだ。 物理学者のブライアン・ティンズリーと結婚し、アメリカに移り、1966年、テキサス大学で天文学の学位を得た。天体の形成と進化、銀河系外の天体を研究し、1974年に優れた女性天文学者に贈られるアニージェイ・キャノン賞を受賞した。夫のブライアンと、養子二人の下を離れ、1978年に、 イエール大学の助教授として職を得たが1981年皮膚癌で死亡した。1986年にアメリカ天文学会はティンズリーを記念して天文学、宇宙物理学に功績に対してベアトリス・ティンズリー賞を設けた。1981年にはニュージーランドのマウントジョン天文台で発見された小惑星がベアトリス・ティンズリーと命名された。 ありがとうございます。